思います。本当にありがとうございました。所以我在这边要特别感谢就是承办这次巡回展的各馆，以及这个让这次的巡回展更加增设不少的交通部、中央气象局、财团法人、台宏中心、国立台湾大学大气科学系的各位长官以及先进，以及每天呢让这个展览能够运作无误的这位各位志工伙伴，特别感谢你，我代表日本科学协会感谢大家。ではこの松竹に対する私たちの思い入れを少し述べさせていただきます。那再下来我想简单的介绍一下这些展品里面我们特别印象深刻的几件事情。松竹君の年齢は5歳ですが、松竹君が誕生するまではとても難産で、その準備に実に3年の歳月が必要でした。那这个展品从它开发到制作完毕大概是5年的时间，那已经5岁了，但是在这个整个在这整个过程当中，我们其实有3个月是很难产的一个不止3年是一个很难产的一个状态，就是做不出来。その難産だった装置の一つを紹介しますと、ここにあります鳥居の力。これを理解させるための中華鍋風の回転方打ち面を持つ装置があります。実はその局面の傾斜がその装置の命と言えるほど大切です。計算通りにそれを実現させるためには非常な努力が必要で、半年以上にわたって私どもは試作を繰り返し、一度は製作を断念する状況にまで追い込まれた大変難しいものでした。刚刚跟各位介绍过，大概有3年时间，我们是处于一个很难产的一个阶段。那在为什么会这么难做呢？这个当初有一个特别难做的一个展品呢，这里要各位特别跟各位介绍一下，就是那个介绍科氏力科里奥利力的这个展品。那它是一个像中华的那个炒锅的一样的一个它有一个面，它里面就是有小球道进去，可以从中观察到科氏力这样子的一个大自然力量的一个展品。那这个呢中间有一个凹面，那这个凹面呢其实它是非常难做，很难做。那如果说不把它算得很准的话，那大概也很难做出来。所以我们大概花了半年的时间，一直不断的去重新去尝试把它做出来。曾经因为太难了，有一度是本来是决定要放弃。この難しい鳥織りの力のタイプの製作にこだわりましたのは、鳥織りの力そのものの説明に関する教科書や参考書はたくさんあるんですけれども、実物が世の中に出ていない、そういうことを知ったことで、その事実に基づいて私どもはぜひともこれを作り上げたいというふうに考えた次第です。那为什么这么难做？我们其实没有放弃呢，因为就是在这个讲到科氏力这样子的一个大自然的力量的教材非常的多，但是呢，把它实体化，做成一个实际的展品，几乎是没有的，所以我们才一直想说，一定要把它开发成功，让大家可以把它可视化，让大家可以实际上看到这个科氏力的运作。なんとしても若者たちに触れさせて感動を与えたい。そういう思いで、協会では制作は難しくても論理的には可能であるという確信を持って、この制作にメーカーに制作をメーカーに対して叱咤激励して、これが最後という試作の段階でようやく完成しましたのが、このここにあります鳥織りの力の装置であります。虽然很难做，也是这个大概是独一无二的一个展品。是我们为了要让这个年轻的学子能够深深的自己去体会到这样子一个大自然的力量，所以我们克服万难把它做出来。这个其实是在我们整个系列的展品里面，应该算是最后的一个阶段才完成的一个展品。そうした意味で、ここにある鳥織の力について私どもは大きな義務とそして誇りを持っております。所以说对我们而言在这所有的展品里面，这个科氏力的这个展品我们是非常的自豪，那我们也觉得说非常骄傲，我们能够做出来这样子一个展品。
そのようなわけですから、これを扱ってきた担当者たちは日本でそれを常設館に置くということを密かに期待しておりました。ところが実際にこの装置を台湾に寄贈しようと提案してきたのはまさにその日本での常設館設置にこだわっていた担当者